スーパービーバーからメッセージが届いています。 FM 群馬ポットラックを聞きの皆さん、こんにちは。スーパービーバーです。こんにちは。ボーカルの渋谷です。ギターの柳沢です。ベースの上杉です。ドラムの城です。よろしくお願いします。ということで FM 群馬にスーパービーバー帰ってまいりました。イエーイ。いつだって帰ってきちゃうんだよ。すぐだよ。本当にね、いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、このポットラックという番組のタイトルがですね、はい、持ち寄りパーティーという意味でございまして、はい、このみんなの好きなものとかおすすめはですね、この番組に持ち寄ろうということらしいんですけども、はい、今年の6月にも、コメントさせていただいたんですけども、はい、上杉さんがミョウガにハマってるという話を、はい、してくれたと思うんですが、はい、上杉さん、はい、最近またちょっとハマってるもん変わったりしました？最近はライムにハマってますね。ライム、はい、何にでも、はい、カットして絞って入れちゃいますね。うんうん、はい、これは藤原さん、はい、ライムについて並々ならぬこだわりがあると、はい、そうですね、ライム藤原、はい、聞いているんですけど、はい、ライムはまあ、うん、そうだね、あの何入れても美味しいよね、うん、飲み物ね。まあ、うん、これどうする、目の前にレモンちゃんとね、はい、ライムちゃんが現れたとして、はい、どちらか一人しか選べないとなったら、藤原さんどっちを取りますか？レモン。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。我々スーパーでございますけども、はい、10月21日に新しいシングル突破口自慢になりたいの両 A 面シングルをリリースしました。ありがとうございます。はい、柳沢さん、はい、起きてますか？起きてますよ。どんな曲になりましたかね？起きてますよ。ネタ設定やばい。今回ですね、まあ、両 A 面シングルということで、うん、突破口という楽曲はですね、テレビアニメ、うん、ハイキュートゥーザトップの、はい、オープニングテーマにもなってるんですけど、うん、2曲ともですね、うん、なんかすごくこう15周年、今年我々スーパービーバー15周年なんですけど、はい、すごくスーパービーバーの歩みそのものがですね、なんか曲になったなと自分たちでも思えております、うん、まあ、突破口はかなりこうライブを思い起こすような、うん、かなりこうアグレッシブな一曲になっていて、はい、逆に自慢になりたいはですね、ちょっとこうグッと聴き込んでいただきたいような、うん、ミドルバラードになっておりますので、うん、2曲ともにですね、楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。はい、ということで我々スーパービーバーというバンド名初めて聴いたよという方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、うん、今年結成15周年16年目ということで、これからもガシガシやっていきたいバンドでございますけども、 FM 群馬には本当にね、お世話になってるという一言じゃ片付かないぐらいお世話になってます、はい、地元のバンドね、ラッコタワーとか、はい、G フリックファクトリー先輩にもお世話になってるし、はい、FM 群馬リリースするためにコメントさせてくれるから大優しいんです。すごい、でも今年まだ一回も群馬行けてないんです。そうですね、群馬に限らずなんですが、そうなんですけどね、なかなか行けてないので、動き出せるタイミングになったらぜひまた直接お伺いしたいなと思ってますんで、その時はぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。ということで最後に一曲聴いていただきたいと思います。スーパービーバーで突破口。